はい、それでは今日も読書レビューをしていきたいと思います。1日1冊読書家のマルスです。でこのチャンネルでは私が1日1冊本を読んでその内容をレビューしています。でこれまでに450冊以上の本をご紹介してきましたけれども、ジャンルや内容についてはですねチャンネルページに再生リストが作ってありますのでそちらからご覧いただければと思います。またこの動画の説明欄にもリンクが貼ってあります。で今日ご紹介する本はこちらの事例というタイトルの本になります。でこの本は、久しぶりに読んだんですけども小説になります。で、小説なのでちょっとビジネス書とかと違ってですね細かい内容をご紹介することはなるべく避けたいというふうに思ってますので今日は手短に、レビューをしていければというふうに思います。で、内容としてはですね、この帯に書いてあるんですが人事異動シーズンの必読書というふうに書いてまして、ビジネス書になります。で特にその事例とかですね人事異動に関わる人間関係っていうのを書いた本になるんですけれども、ある会社において、働いている主人公がですね自分の行動の、小さなところから、権力争いに巻き込まれたり足の引っ張り合いに巻き込まれたりまた、頼れると思っていた友人が、実はまた自分と同じようにちょっとした気の緩みからミスがあって、そこから、2人で一緒にこうちょっと下に落ちてしまったりとかまたでも一方で引き上げてくださったり方がいらっしゃったりその引き上げてくださる方を、足を引っ張る人がいたりとか、サラリーマンだとですね、例えば課長さんとか部長さんとか事業部長さんぐらいになるとこういった人間関係のいろいろっていうのはあると思うんですけどもそんな様子を非常にリアルに書いた本でした。でページ数としては結構あって、400ページ以上あるんですけれどもリズム感がいいということと、会話が多くてですねあまり難しい記述がないということもあって結構リズム感よくバッと読み切ることができました。で、サラリーマンだったら誰しもが持っている俺だったらできるはずっていう、どこか自分に対する期待みたいなものと一方ででもあいつの方が優秀かなとか俺ってうまく仕事をできてるのかなというような不安みたいなものがこう出ては消えしながら、人間関係が、動いていくと。でそんな人間関係の中でも意外とあの人がとかこの人が助けてくれると思っていたのにみたいなところから、事態がコロコロ変わっていくと、行っては戻ってくるというような、リアル感がですね非常に、ワクワクしながら読むことができました。すごく暗い気持ちになるような結末ではなくてですねもちろん100% ハッピーなストーリーではないんですけれども、ある程度そのハッピーなストーリーもあってですね、読了感も悪くない何か誰か人がですね貶められるような話ではないし、逆にその誰かをやっつけてやったというような話でもないんですけども、そういったリアル感が非常に印象的な本でした。はい、今日は以上になります。よろしければですねチャンネル登録とグッドボタンの方をいただければ、活動の励みになりますのでぜひよろしくお願いします。また何かコメント等あればぜひ気軽にコメント欄によろしくお願いいたします。はい、失礼します。